どうも皆さんお疲れ様でしたここからは今まで市民団体の方々そして企業の方々そして行政の取り組みというお話がありました。で私の役割は何なのかそれを受けてのコメントを最終的に出しましょうということであります。でしかる消費についていろんな議論がされてきました。 一番大事なのはやはり三つのポイントがあったんだろうと思います。一つは一昨年ですかスウェーデンのグレタさんって十六歳の女の子がですね地球温暖化の問題気候変動の問題について世界中にインパクトを与えた。やはり私たちはこの大きな気候変動の枠組みの中でこれから生活をしていかないといけないと。 そうするとできる限り環境負荷の少ないものを選びましょうというまず一つはグリーン商品をよく選んで買うことがエシカル消費のまず大きなポイントになってくるだろうと二つ目はどういうことなのかこれがエシカルの最も肝になるところかもしれません私たちが着る T シャツであるとかまあ洋服ファーストファッションというものが最近私たち の日常生活の中でどんどん入ってきます。しかしそれを誰がどのように作っているのか。っていうことが今大きな問題になってきてます。一番典型的な例は。バングラディッシュのラナプラザ。っていう縫製工場のビルが崩壊。えー、壊れちゃったんですね。でその中から。多くの若い労働者。それも。 中学生や高校生ぐらいの女の子たちが死体となって見つかったということでですねこよく調べたらどんな製品を作ってたのかとというと世界中で有名なファッションンブランドの製品を作って,たっていうことなんですね同じ自分たちが素晴らしいないいなと思って買う背景にそういう児童労働であるとか劣悪な環境の下で作られているということが分かってきた。 がチョコレートにしても同じだと思いますカカオ豆を採取するのは誰なのか T シャツの、えー、綿ですねこれを綿花を積むのは誰なのかということを考えたらやはり小さな児童労働が、えー、小さな子どもたちが使われているということは分かったそれやっぱフェアにしていきましょうというのがフェアトレード商品だということですですから、えー、エコな商品を選びそしてフェアトレード商品を選ぶ これがエシカル消費の1、二のポイントになるとそして最後のポイントは自治体の方々が発表されたいわゆる地産地消地域のために何が貢献できるのかというポイントが最後の大きな柱になるだろうと思いますでそのために各自治体特に徳島県を中心にして三回にわたってですねエシカル自治体サミットというのを続けてきました そのの目標は何なのか。エシカル宣言をきちっと首長が町長や市長がそれを発言しそしてそれを地域にどん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 広めていくそしてゆくゆくは世界で初めてのエシカルタウンをこのお手伝いするのが自治体の役目だろうと。そのためにはこれまでいろんな地方自治体が、 取り組んできた成功事例をお互いにシェアすることによってさらに進めていこうという話だったと思います、えー、以上の三つのポイントで私からのコメントにしますけれども来年はもっとそれを上回るようなですね素晴らしい活動そしてこれはぜひ皆さんに知らせたいなという活動の展開が始まればいいなと思います 以上が私からのコメントです。